延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。はじめに延岡市の最近の話題をお送りします。11月21日日曜日にみんなの人権思いやり交流プラザが最終日を迎え、カルチャープラザ延岡ではさまざまなイベントが行われました。講演会やパネルの展示などが行われ、外国人との交流会では多くの参加者が外国の遊びを楽しんでいました。また、人権ジャーや人権守るくん、あゆみちゃんなど子どもに人気のキャラクターも登場し、会場を沸かせていました。延岡市では12月4日から始まる人権週間に先駆けて、12月1日に山下新店街で人権啓発イベントを行います。人権啓発グッズや花の苗を無料でお配りしますので、ぜひお越しください。それでは耳寄り市政情報です。今回は高速道対策課の野尻大輔さんに高速道路整備の進捗状況についてお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ東九州自動車道門川日向間が来月4日に開通しますね。はい、12月4日土曜日午後3時に開通します。この門川日向間の開通により、延岡市内から日向市内までの所要時間が約10分短縮されます。斉藤高鍋間も7月に開通しましたので、延岡市から宮崎市までの所要時間が約20分短縮されることになります。延岡市周辺の高速道路の進捗状況はどうですか？はい、市内には大きく分けて2つの高速道路が整備中です。北九州市から九州の東側を通り鹿児島市に至る東九州自動車道と、延岡市から熊本県へ九州の中央を横切る九州中央自動車道です。まず東九州自動車道では、延岡ジャンクションインターチェンジ北側インターチェンジ間はトンネルや橋が多く工事に時間がかかると思われましたが、宇和田町や郡町で建設されている国内でも珍しい多連アーチカルバート工法による工事も進み、24年度には開通予定です。また大分県境から北側インターチェンジ間も熊野江第二トンネルがわずか1年3ヶ月で貫通するなど工事が急ピッチで進んでおり、今週11月25日には北川町の枝第一トンネルが貫通するなど、釜江北浦インターチェンジ間も平成24年度に開通予定です。東九州自動車道はかなり整備が進んでいますね。九州中央自動車道の状況はどうですか？はい、九州中央自動車道は北方延岡道路が延岡ジャンクションインターチェンジから北方インターチェンジまでの 8.5 キロが整備済みで、北方インターチェンジから倉田までの間では用地取得や工事が行われています。このほか高千穂町三田井から日の影町七折れ間の 5.7 キロの間が高千穂日の影道路として事業化されており、現在事業推進のための各種調査が行われています。また熊本県側においては鹿島大和間の23キロで事業が行われており、平成19年度に工事が着工され、現在各地で工事が進められています。しかし九州中央自動車道においては総延長の95キロのうち1割弱の 8.5 キロしか完成していない状況です。九州自動車道の整備についてはまだ時間がかかりそうですね。はい、しかしこの2つの高速道路は延岡市の未来のまちづくりになくてはならない道路です。目的地までの時間が短縮されるのはもちろんのこと、延岡ジャンクションに隣接したクレアパーク延岡では高速道路を生かした企業誘致が期待されていますし、工業製品や農林水産物の県外などへの迅速な輸送も可能になります。また救急患者の搬送時間の短縮や災害時には国道の代替道路になるなど、まさに命の道と言えます。本当に一日でも早く開通されるといいですね。早期開通のためにどのような取り組みをされていますか？はい、一
一日でも早い開通を目指し、さまざまな取り組みを行っています。9月には延岡総合文化センターで東九州自動車道、九州中央自動車道建設促進の総決起大会が開催され、約1600人の沿線住民が参加しました。10月末には沿線の自治体、議会、民間協議会が合同で国土交通省の馬淵大臣などに両自動車道の必要性を説明に出向き、早期開通の願いを行ってきました。また熊本、宮崎両県の民間団体が主体となって結成している命の道をつなぐ会が中心となって行った署名活動も、3ヶ月間で25万人を超える署名を集め、国土交通省に早期整備を強く訴えることができました。私たち市民は高速道路整備のために何をしたらよいのでしょうか。はい、市民の皆さん一人一人が高速道路の現状や今後の見通しについて知り、高速道路は絶対必要だというムードを盛り上げ、必要性を主張し続けることが一番重要なことです。市民の皆さんの高速道路に対する熱い思いをアピールしていくことが早期開通につながることになりますので、ぜひご協力お願いします。今回は高速道対策課の野尻さんに高速道路整備の進捗状況についてお話をお聞きしました。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は延岡市の企画制作で延岡市政だよりをお送りしました。